うわ、ちょマジ今日さ一番話したかったことはこれ。今日一番嫌な、今日ねマジでね死んだ、一回死んだね今日。転生した生き返った、転生した、一回死んだんだよしおん今日。いや今日一回死んだんだよね。しおんは手作りのハンバーグが食べたい、違うハンバーグが食べたいんじゃなくて手作りのハンバーグが食べたいんよ。野菜が柔らかくなんねえと思って、あのなんかちょ半分にしよう、4分の1を半分にしようと思って、切ろうと包丁を入れた時にそのキャベツの勢い余って師匠の人差し指に突き刺さってきたんだよね。左手の人差し指にキャベツじゃねえわ、包丁が突き刺さって、いってなってやばいと思って、血ポタポタないよ、ポタポタの血、この鼻血ぐらい出てる、マジでサラサラの血が鼻血ぐらいポタポタしてて、やばい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 と思って、すぐに流しのとこに指を置いてティッシュガッて取って押さえ込んで、あのこれどうしよう、えどうしたらいいんだろう、こういう時ってどうしたらいいんだろう、死ぬのかな、あ死ぬのかな、なんか指熱いわ、指熱い、痛い、あもう死ぬかもしれん、わ血止まんねーみたいな、あキャベツに血はかかってないし包丁に血もついてなかった、まな板にも血が乗らんかったけど、あやばいやばいやばいと思って、やばいこれどうすんだろうと思って、シリにシリ呼んでシリに血包丁で切った止血って言って調べさせたんだけど、タップしたのになんかそこのサイトが出てこなくて、なんかこのページはありませんみたいな、結局右手で打って調べて、なんか水に流して、とりあえず水に流して、なんかタオルか綺麗なタオルかティッシュかなんかガーゼとかで押さえ込む、しばらくギュッて押さえ込んで止血するって書いてあって、なるほどと思って、水につけた瞬間死んだ、死んでやめた、死んでやめてティッシュで助けても、ティッシュに助けてもらった、死んだ、水につけたら死んだ死んだ、もう死んだ、いや、あ死んだって思ってやめた、そこで一回死んだんだよね、切った時点で一回死んで、切って一回死んで水につけて一回死んだんだよ、もう一回死んだで生き返った